も熱烈なファンの声があったからです。リッキー・スティンボーとリッキー・スレーター組であります。続きまして、残忍無比な悪の流血コンビが入場してまいります。アブダド・ブッチャー、キラー・東亜・蒲田組であります。全シリーズでの暴れっぷり、そしてもう2人の呼吸はぴったりであります。それからパワーという点ではもう2人の総重量が280キロと桁外れの超重量級です。カメラはリッキー・スティンボーを捉えています。噂の男リッキー・スティンボーとが若さと未知の魅力を振りまきまして入場してまいりました。日本で初めてのファーストマッチ、どういうレスリングを見せてくれますか。パートナーは喧嘩番長のリック・スレーターであります。さあ、残忍無比な悪の流血コンビ、アブダラ・ブッチャー、東亜・蒲田組、もちろんこのチームは優勝候補の上位に挙げられています。しかもチームリーダーのアブダラ・ザ・ブッチャーはユナイテッドナショナルヘビー級の選手権保持者、実力、自信、そして人気と三拍子揃って優勝を狙います。アブダラ・ザ・ブッチャー、キラー・東亜・蒲田組、今堂々の入場でありますが、リングサイドでピタッと止まりました。さあ、リック・スレーターとの激しい睨み合い、リッキー・スティンボーとの激しい睨み合い、ブッチャーのパートナーは必ずピタッと1メートル圏内に常にいます。キラー・東亜・蒲田であります。何か起こらなければいいんですが、公式戦の第一戦です。本当に過酷な総当たりリーグ戦ですので、第一戦から壮烈なポイント争いが繰り広げられると思いますが、勝った方は2点です。勝負は公式戦45分の一本勝負、ピンフォール勝ち、リングアウト勝ち、反則勝ち、それから不戦勝が2点、引き分け1点、両チームリングアウトは0点という非常に厳しいルールですが、さあ、アブダラ・ザ・ブッチャー、アキラ・東亜・蒲田組がやっとリングの中に入ってまいりました。これより、両選手の紹介なんですけれども、その前に、日本テレビから花束の贈呈です。公式第一戦です。カラフルなお嬢さん方から日本テレビの花束が贈られようとしますが、これはどうやら中止になりました。アブダラ・ザ・ブッチャーのランランと光る目、キラー・東亜・蒲田のものすごい形相、さあこれを待ち受けるリッキー・スティンボーとリック・スレーター組、これより両チームの紹介。まず流血馬王のキラー・東亜・蒲田が紹介されました。第6代のユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオン、アブダラ・ザ・ブッチャー初優勝を狙います。流血チーム、噂の男、本当にお待たせしました、南海の黒ひょうリッキー・ステンボーとパートナーも実力者、喧嘩番長ディック・スレーター。さあ、山田さん、公式戦開幕第一戦から本当にドリームマッチになりましたね。そうですね、とにかく日本のね、はい、ファンが待ちに待ったヤングフレッシュコンビ、はいはい、リッキー・ステンボーと本当に期待通りのね、いい顔してますね。そうですね、全体的相対的に見渡してみて、山田さん、この14選手の顔ぶれから見ましてフル得点の12点は当然考えられませんね。ということはまさに一戦一戦全てに集中しないといけませんね。もうとにかく一つ一つの試合、はい、どれを落としても危険ですね、はい、さあ45分の一本勝負、噂のリッキー・スティンボーと初登場、待望の日本のマットデビュー戦、ファーストマッチに全てをかけると言っておりました。さあ、昨日の記者会見では謙虚に語っておりました。周りは先輩ばかり、空手殺法リッキー・スティンボーと180センチ110キロ、豪々たる声援です。開幕第一戦、日本のリング上初めて登場、ファーストマッチリッキー・スティンボーとです。まあ、初来日でパートナーが決まらずファンをやきもきさせたんですけれども、リック・スレーターとのコンビ、これは山さん、全米でも実現してないんじゃないですか。そうですね、非常にあの近いマーケットで戦ってますがね、まあ非常にね、はい、とにかく今のリッキーの見せたアームホイップ、低い姿勢からの巻き投げなんてのは鮮やかですね。テレビをご覧の皆様は今年の6月の海外特別試合、これはカナダの名門でありますトロントメープルリーフガーデンからお伝えしましたが、その時のパートナーはジェイ・ヤング・ブラッドでした。簡単にこのリッキー・スティンボートを紹介しましょう。1953年ハワイの出身で今年27歳、お父さんはポーランド系のイギリス人、お母さんがなんと日本人です。伊藤孝子さんという京都出身で52歳のお母さん、今アメリカに在住であります。キャリアの方は1977年6月、プロレスにデビューしておりまして、キャリア3年という本当にキャリア的にはヤングボーイなんですけれども、あっという間にスターダムにのし上がりました。ノースカロライナ地区、ニューヨーク地区、それからカナダトロント地区で圧倒的な人気です。パートナーのリック・スレーターの動きも
見なければなりません。そのリッキー・スティンボートであります。山田さん、カナダ地区、それからノースカロライナ地区あたりではもう大変センター人気だそうですね。そうですね、いわゆるノースカロライナというのはアメリカのマーケットでも屈指のところですが、さらに最近はですね、カナダのトロント、ここでも大人気ですね。そうですね、まあ、6月にお伝えしたカナダトロントメイプルリーフガーデンからの中継の時にはお客様が9800人入りましたけれど、それのほとんどのファンがリッキー・スティンボートのファンでした。しかしあまり体は大きくありません。馬勢それから体重ともに勝りますキラー東若畑、さあ行きました、またしても空手殺法、カンフーのスタイルです。このものすごい上半身の筋肉、本当に何か美術品を見るような感じですね、山田さん。そうですね、それとね、やはり今のあのコンクールスタイルの空手の打ち方、非常に変わってて独特でいいですね、日本でも当然人気が出るでしょう。そのリッキー・スティンボートからこれまた日本のリング上で大変な人気です。喧嘩番長ディック・スレーターにつながりました。身長が188センチ、115キロ、ご存知のように今年の春の祭典第8回チャンピオンカーニバルでは準優勝を果たしました。テリーパンク軍団の副将として大いに暴れまくりました、このディック・スレーターであります。さあキラー東若又が力任せにディック・スレーターをエプロンまで放り投げたが、トップロープからエルボードロップ、ものすごいフライングエルボードロップ、2件終わりました。ディック・スレーターです。リッキーとディッキーのコンビ、まさにフレッシュドリームコンビ、公式第1戦です。リッキー・スレーターの動きもいいですね。そうですね、まあリッキー・ステンボートのねパートナーがなかなか決まらなかった、しかし最後の最後になって、とんだ大物になりましたね。そうですね、さあ、流血コンビはここでアブダラザ・ブッチャーが登場してまいりました。思い起こします、春の祭典チャンピオンカーニバル第1戦で当たりました、リッキー・スレーターとアブダラザ・ブッチャーの一戦。その時リッキー・スレーターは反則負けでポイントを取ることができませんでした。さあ2人がかりの攻撃、フレッシュドリームコンビ、おー、リッキー・スティンボートとアブダラザ・ブッチャー、これも初公開。さあどうだどうだ、飛んだ、飛んで空手、飛んで空手、もう1回 2,3 メートル跳躍しました。ものすごい勢いです、飛んでいきました、リッキー・スティンボート。さあアブダラザ・ブッチャーが怒りの表情、放送席に飛んでまいりました。山田さん、はい、ちょっと放送席が壊れて、お話の方が中断してしまったんですけれども、今もジャンプして一番のあれはやはり空手の極意でしょうね。そうですね、やはりあのジャンプして脳天ですね、おっとブッチャーも負けてないですね。アブラザブッチャーが得意の地獄突きで2発返しました。ウェイトの軽いリッキー・スティンボートは後ろに下がりました。さあ地獄突きでいきます、アブラザブッチャーがサインを送った、キラーと若田が待っている、ものすごい2人のパワーあふれるコンビネーションプレーであります。しかしお客さんの声援の方はリッキーリッキーの大合唱、リッキーリッキーの大合唱であります。180センチ、110キロが踊っています。ちょっとーっといきました、ジャンピングコーキック、この蹴りもいいですよ、蹴りもいいですね、やはり力では1枚上、キラー東和鎌田です。リッキー・スティンボート、果たしてスタミナは残っているかどうか、スタミナは残っているかどうか、リッキー・スティンボート、アブダラ・ブッチャーに捕まった、ものすごい地獄突き、3メートル飛ばされた、リングサイドだ、リッキー・スレーターが、もう待ちきれないという表情で飛んでまいりました、何しろ公式戦です、公式戦の第1戦であります、勝った方が勝ち点2点です、公式第1戦を迎えております、超満員、興奮のるつぼとかしました、東京水道橋の後楽園ホールのお客様でございます。さあキラー東若又がリッキー・スティンボートに、これは噛みつき攻撃に行ってますね。そうですね、噛みつき攻撃に行ってます、喉元のあたりを噛みつきました。後ろからディック・スレーターが思い切ってストンピングで両選手を離しますが、リッキー・スピンとボートの額にアブドラ・ブッチャー早くも狂気を出した、ブッチャーが狂気を出した、リッキー・スピンボート精悍な額に、精悍な表情、額に思い切って突き刺した、スティンボートの顔面が切れた、リッキー・スティンボートの顔面が切れました、大変なことになりました。アブドラ・ブッチャー狂気攻撃、狂気で完成なリッキー・スティンボートの額に一撃、これリング上で待っておりました、キラー・トーアカマトがまた一撃を加えます。アブドラ・ブッチャーの右手に狂気狂気、あ、頭の中心部を刺した、額を刺した、ものすごい勢いで狂気で刺します。アブドラ・ブッチャー右手には狂気、リッキー・スティンボート、ここで完全にガーン、動きが取れなくなりました。激しい出血、歓声な額から顔から血がダラダラと流れる、リッキー・スティンボート流血、リッキー・スティンボート流血、
日本でのリング上初めての登場、ファーストマッチ、リッキー・ステンボーと顔面を蹴られました。リッキー・ステンボーと顔面を蹴られました。ものすごい勢いで放送席は完全にめちゃくちゃにされました。公式第一戦、リッキー・ステンボーとの表情が非常に険しくなりましたが、しかしものすごい流血、リック・スレーターがサポートに行きましたけれども、ちょっとリッキー・ステンボーとの表情完全に血塗られました。完成な顔が血塗られました。さあリック・スレーターを怒りました。リック・スレーターを怒りました。キラー・トウアカマタに一撃をかませます。アブドラ・ブッチャーはリングの中、アブドラ・ブッチャーはリングの中だ。さあしかしリッキー・ステンボーとが行きます。椅子を持ったリックが、リッキーが思い切ってキラー・トウアカマタに一撃を加えました。さあ中に入ったのは根性はどうか、力はあるのか、スタミナはどうか。リッキー・ステンボーと立ち直った。リッキーが立ち直りました。アブドラ・ブッチャーは狂気を持った。ブッチャーは狂気を手にしています。リッキー・ステンボーと2人に身につかまりました。リッキー・ステンボーと身動きが取れない。リッキー身動きが取れました。今度はリッキーが来た。この選手がリングの中、思い切ってリッキー・ステンボーとかアボタル・ブッチャーの熱い胸板にチョップを打ちます。4人の選手が入り乱れました。リング上公式戦、アボタル・ブッチャーの狂気、アボタル・ブッチャーの狂気、目の中にリッキー・ステンボーとの額にまたしても深く突き刺す。ものすごい流血です。リッキー・ステンボーと日本で初めての登場でありますが、今度は小槌を持ちましてリック・スレーター登場。両選手武器を持っています。しかしリッキー・ステンボーとはかなり流血いたしましたが、やります。なかなか勇気もありますね。はい、まだスタミナ残ってるようですね。さすがに若さですね。さすがに若さです。リッキー・ステンボーとこれです。顔面血塗られました。思い切って空手の攻撃、空手の攻撃。しかし巨体アバダラドブッチャーにはなかなか効きません。アバダラド、ああ狂気が見えます。白いものが狂気です。ああ、リッキー・ステンボーとこの狂気を取った。リッキーが刺す。アバダラドブッチャーの額に刺す。思い切って額に一撃を加えました。リッキー・ステンボーとリック・スレーターも行きます。二人がかりでアバダラドブッチャーを打ちまくる。打ちまくれ夢のドリームチーム、フレッシュドリームコンビ。打ちまくります。リッキー・ステンボーとリック・スレーター組、さすがのアバダラドブッチャーも場外で倒れ込みました。さあ場外で倒れ込みました。リングの中はリック・スレーターがキラー・トウアカマタに一撃。さあ場外ではリッキー・ステンボーとアバダラドブッチャー、なかなか迫力のある若者です。思い切って攻撃に出ました。リッキー・ステンボーとあっぱれ。リングの中、これがリッキー・ステンボーとだ。やるやる。リッキーが暴れまくる。相手はアブドラ・ドブッチャ、思い切って暴れまくりました。さあリングの中ではリック・スレーターが、リック・スレーターが狂気を持ってキラー・トウアカマタの顔面。しかし上樋口レフリーが飛ばされました。上樋口レフリーがエルボーで飛ばされました。またしても腰を打っています。上樋口レフリーです。さあ他のサブレフリーは飛んでくるのかどうか。上樋口レフリーが今ゴングを要求しました。リングの中、リック・スレーターがキラー・トウアカマタを狂気で打ちつけておりますが、リック・スレーターが勢いでこの上樋口レフリーを突き飛ばしてしまいましたが、さあこの結果が山田さん心配ですが、ちょっと待ってください。おリック・スレーターの反則が取れました。そうですね、やはり45秒、リック・スレーターの反則が取られました。ということはアバドラドボッチャー、キラー・トウアカマタに勝ち点2ということになります。これは起こりました。これは起こった。キラー・トウアカマタがリッキー・ステンボー